今回は扇風機やキッチン用品でもおなじみのヤマゼンとアラミックがコラボしたシャワーヘッドビラクについて紹介しますアラミックのシャワーヘッドはジャパネットタカタとのコラボでも話題になりオリジナルシャワーのシリーズ累計販売は120万本を突破していますそんな中で新たにアラミックとヤマゼンがコラボして登場したのが ナノバブルシャワー、ビラクです。ビラクの特徴について、他のアラミックのナノバブルシャワーとの違いも比較しながら紹介します。アラミックのナノバブルシャワーが気になっている方、必見です。ピッチエコチャンネルでは実際に購入して使った美容アイテムやシャワーヘッドを紹介しています。

取扱説明書、アダプター4種類が付属されています。付属内容自体は他のアラミックのシャワーヘッドと大きな違いはありませんがアダプターの種類が豊富な点シリコンホールドが付属されている点は他のメーカーよりも充実した印象があります。保証登録カードは必要事項を記載の上、 変装用封筒を使って登録を行います。シャワーヘッドの取り付け方法や付属品の使い方については、この通り本体ケースに詳しく紹介されています。これがビラクです。全面ニッケルクロームのメッキ仕様で、高級感ある仕上がりになっています。 3D 角度調整機能がないシンプル設計でスタイリッシュです。簡単に酸水板を分解してお手入れできる機能や酸水板の穴の配置サイズなどの設計は節水シャワープロプレミアムナノバブルなどのアラミックの一般的なモデルとほぼ同じ特徴です。 0 3ミリの239個の穴によって50%の節水ができるだけでなく低水圧でも使いやすいですアラミックのナノバブルシャワーを比較する上で注目したいポイントがこの酸水板の大きさです ビラクや節水シャワープロプレミアムナノバブルはコンパクトでしっかり洗い流せる仕様になっています 3D ナノバブルシャワープレミアムやジャパネット高田のシルキーナノバブルシャワープレミアムはワイドで広範囲を一気に洗い流せる仕様になっています ちなみに 3D 角度調整機能がこの部分です。そしてここに安心ストップボタンがあり、シャワーのオンオフを簡単に切り替えられます。 この状態がオフの状態です。オンの状態はボタンが出た状態になります。ボタンが大きめで高い水圧がかかった状態でも使いやすいです。アラミックの他のナノバブルシャワーと比較してビラクの最大の特徴はやはり高級感ある見た目とシンプルでスタイリッシュなデザインです。 3D 角度調整機能や水量レバーなどの機能をそぎ落とした点は必見です。ぜひ参考にしていただけたらと思います。ピチエコでは他のシャワーヘッドや便利な家電についても紹介していますのでチェックしていただけたらと思います。チャンネル登録や評価もお待ちしています。ご視聴いただきありがとうございました。